っと大事に持ってるこの漫画をサインをしてもらった時忘れていたんで、それをしていただいたら、急にこう自分のペンで絵を描き出して、海江田の絵と深町の絵をこう描いてくれていただいたんですね。それはもう僕はもうただサインをいただきたいだけだったんですけど、すごくこう感動しまして、でも改めてこの海江田という似顔絵を見た時に、やっぱり僕は似てないなというのは正直思ってしまいましてですね、これみんなどう思ってるのかなって、その空気がこの緊張してるのは違うっていうことをみんな言いたいのか、すごく悩んだんですけども、そこは僕は笑顔で交わしまして、記念撮影まで持ち込んだ次第でございます、ね、自信持ってほしいですね